国民的タレントのカンダウノが7月9日に自身のインスタグラムを更新。奈良市内で8日に銃撃され、死亡した安倍晋三元首相を追悼した。 神田は、昨夜は深い悲しみと生き通りを感じながら一晩を過ごしました。とコメント、娘は自分がお腹の中にいる時に、私が臨月を迎える頃、安倍総理に、うのちゃん元気な子が生まれるように、とお腹、自分、おなでなでしてもらったお話を今でも覚えており、そして実家で一緒にお食事をしバイオリンを聴いていただいた大好きな秋江さんの大切なご主人様が亡くなってしまったということに泣き出してしまいました。 そして私も一緒に泣きました、と振り返った。続けて、悲しくて悲しくて悔しくて悔しくてたまりません、と痛んだ。さらに、秋江さん、今はまだ信じられない思いだとおっしゃっておりましたが、同じく私もまだ信じられませんし、信じたくありません、と秋江夫人と会話を交わしたことを明かし、長い一日だったとおっしゃっていた秋江さんの心も体もとても心配です。私と同じで弱い方なので、 と気づかった、現在は削除済み。神田うの、炎上、を擁護するファン。神殿の追悼文に、ネット上では。うのちゃん教えてくれてありがとうね。昭恵さんもそういうの気にするタイプじゃないんだろうから別にいいんだろうな。眉を潜めてるのは外野だけ W。うのちゃんどうか支えてあげてください。お願いします。多分神田宇のさんは、威力も悪くも、正直な方、なのだろうと思う。 思ったことはすぐ口にするタイプの方だから、心配と思ったらすぐ連絡してお気持ちを伺う。その行動力があるからこそ、自分のビジネスで成功されて、今も活躍してるんじゃないかなと。などの声が上がっている。ネット上で非難が殺到したためか、その後、神田は同投稿を削除しています。 ところがその翌日、今度は自身の新刊やプロデュースする化粧品を大々的に PR。いつもの通常運転に早速戻っていますね。神田は阪神淡路大震災の際、死者数をかけていたと噂されましたが、その後にブログで否定。しかし、ある雑誌のインタビューが流出し、うのちゃんは何人ぐらい死ぬと思う。 なんて番組のスタッフに誘われて賭けみたいなことやっちゃったんです、と語っていたことが判明しています。ある、ファンは正直でまっすぐな神田の姿勢が好きなため、今回のことも気にしていないのかもしれません。芸能ライター。親子で交流があった神田だけに、今回の不法でメンタルが病んでしまわないか心配だ。